旧刊温存政策、または旧刊損地政策は明治期の沖縄県で取られた当地方針である。1879年から1903年まで続いた。1879年3月、琉球処分官松田道幸は内務卿、伊藤博文の命で琉球処分の対抗をまとめていた。この要項には先行した本土の一連の士族反乱から、 西南戦争までの流れを受け、沖縄の風俗や監修、特に出録処分や、治療の削減、隣性への介入などは、廃藩地権から、四族反乱までのわだちを踏むものとして避けるべきものと、され、沖縄の政治社会の吸気を改良するに止めるべきで、ある、との休館温存政策の原型となる方針がすでに、出されていた。 1879年の琉球処分によって沖縄県が設置され、旧藩王正体が東京へ連行されると、幕末近い19世紀初頭から琉球王府の財政困窮と過酷な密議制に庶民は喘ぎ続けていたため、平民層からは内地支配を歓迎する声さえあったという。琉球処分直後ともかく沖縄県設置後、前述のように改革は、 音便にすべき方針を挙げながらも、1885年までに、内地並みの政令志向を計画していた。しかし、正体の東京への移住が決まるや、稲や、旧三種館の亀川森武親方を筆頭とする、亀川と、久米氏族らが、秘密裏に、深刻に救援を求めるなど、抵抗の動きを始める。処分官松田は、旧藩氏族らを一堂に集め、 旧政改革を迫るが、旧氏族らの団結は固く聞き入れられなかった。1879年5月18日には、初代沖縄県令、鍋島直明が赴任した。折しも新国からの抗議により、琉球をめぐる交渉が始まっており、沖縄の同様は、外交交渉に悪影響を及ぼす恐れがあり断じて、回避する必要があった。結局当初鍋島は、 松田の温便改革路線を踏襲せざるを得なかった。旧首里氏族らは、県庁にずさんな書類を提出したりして抵抗。鍋島らは、地方の自童役人らの設置に遊説しようとするも、首里氏族からの報復を恐れて、これら自童役人は陰遁回避するなど、失敗続きであった。このように処分自体への氏族層の不満は大きく、これが、同年7月 3C 事件や、 旧反民欠板制約書などの具体的行動に現れることとなった。しかし、これらの事件などが明るみに出ると形勢は逆転し、沖縄県庁警察管理の実力介入を招くこととなった。また、県庁への効能反対の一環として、宮古、八重山から那覇に秘密裏に運ばれた年具米が県警察管理に押収された。県庁側の動きは早く、 7月末には、県警察署、那覇文書と首里文書の設置が早々に決定された。市族層が、具体的犯行に出たのを契機に、県庁は弾圧への動きを強め、態度を改めなかった、巨物奉行、アムロ親方や旧三四川浦添親方を、交流尋問しこれに拷問を加えた。また地方や処理に、警察官を派遣し、 亀川党と目された、非強力な児童役人ら104名を拘束しこれらに拷問を加えた。残された、旧三士官、富川親方は新国からの救援を期待し、免獣腹杯の姿勢を取ることに決め、9月には、始末書的な嘆願書を提出、拘束された、四族重鎮らは解放され、県庁は、寛大な処置として裁判及び休刑を免除する、こととした。 このように県庁は、不平士族を実力で弾圧する一方で、不処罰など関係措置、さらに、裏添え親方をはじめとする、上級士族の県庁への登用など士族層の懐重策を図り、表立った抵抗運動は人静化した。なお、後に、このような怪重策への不満や、そもそも三士官や組士族を中心として、琉球国体の国間をなしていた琉球国学に、 骨の髄まで存在原理を依拠していた上級士族とその中カタル新国が列強に参拝される当時の東アジア情勢の下で欧米列強に追いつき追い越すことを国税とし急速な西洋化近代化を推し進めたい新政府や県庁の政策との間で政治原理につき相互理解が不能であったなどの理由で富川親方は脱政し県庁に登用された 上級士族も多くが辞職している。鍋島県政、県庁体制の不振と並行した休館温存としての秩録秩序の保全9月から県庁令下の新行政組織の編成が加速した。沖縄県庁に県警察本署、さらに、久米島、宮古島、八重山文書、羽地文書を設置。10月に、首里役所が設置された。一方、地方の核、 マギリの番章や各党の蔵元は当面そのままとされ、休館温存の一環となった。秩録秩序については、上級氏族は、訓行重きは軽く及び領地、軽きは領地とされ、依然として、領地を給与しその年貢を収受させる、封建制そのものの休館温存となったが、1879年までには、秩録方針が定まった。なお、王府秩序が消滅したため、 出録の対象となる氏族の戸籍調査すら難休した。一方、畜頭の以下の旧無六氏族は、王府とその秩序の消滅と共に職を失い、これらの手当が新政府、県庁でも課題となった。日々の暮らしに追われ慣れない商売や農業を始める、ありさまであった。この頃、内務卿は、松方正義に交代しており、鍋島は表面上を教授した旧氏族。 特に生活のあてのない旧無六氏族のために受産金を貸しする予算を組むよう、県令の立場として中央政府に強く申し入れをした。当時の政府も財政状況が逼迫しており、紛糾と遅延を重ねた。結局受産金等が無録や旧不慰労の氏族らに交付されたのは、松方が大倉京となり、鍋島が県令を解任された1881年以降と、 なった。上杉県政、現状維持二代目県令となった、上杉持則は県内を自ら視察し、庶民の困窮と地方役人の怠慢に心を痛め、上京して改革案を上進した。その熱意は政府交換を動かし、尾崎三郎が視察に派遣された。ところが記任した尾崎は、県令突がりに休館を改めたことで民情が傷ついたとの、 広告を挙げる。事態を収集させるために、岩村道都氏が派遣され、上杉を原動院議会へ転任させることで解決が、図られた。改革案は拒否され、士族層への刺激を避けることが優先された。奈良原県政、休館温存と引き換えの弾圧1892年。 奈良原主ゲルの強圧的な長期県政が始まり、ソマヤマ問題をはじめとして、沖縄における旧制の廃止、改善を目的とする一連の運動を進めるジャハナ、ノボルラと対立、ジャハナの組織した沖縄クラブへの弾圧を行うなどの強権をもって、県政に臨み、また、幹線知事としては、異例の16年にわたって在任し、琉球王の異名を取った。 沖縄土地整理法の成立に伴い、県内の土地整理事業を行う、沖縄県私立教育会総裁なども務めた。その後も、不平氏族の抵抗は、水面下で続き、新国からの救援を期待し、あるいは新国に自ら亡命する脱新人が相次いだ。1880年に、新国側へ提案された先島諸島の分割案が、亡命者を急増させた。 明治14年の政変で政権基盤が大きく揺らいだことが現状維持により王族、氏族の不満を抑制を図ることに新政府や県令をして継投させたと考えられる。こうして琉球処分、沖縄県設置後も依然として琉球王国以来の税制、地方制度が続行された。王族は原則として東京に移住し家族に列せられた。これには 正体と親族らのほか、家やさなが、亡き人朝時期がいる。上級氏族の家録や領地は当面保障され、下級氏族は職を失い、従来からの農民の土地支援を許可しない地割り制度や、それに基づく現物納入などの租税制度も続行された。なお、氏族である地方役人には免税特権があった。先島諸島の人頭税もそのまま温存された。 最大の懸念であった琉球貴族問題は、日清戦争での日本の勝利により解決し、県民感情の上でも親清派を消滅させた。宮古島での庶民の参上と氏族の応暴を、目の当たりにした中村重桜により、帝国議会などへの働きかけが行われ、これが世論を動かして、休館廃止に進むこととなった。これにより、1899年により、 沖縄県土地整理法が施行され、本土同様の基礎改正が始まり、1903年土地整理事業が完了、先島諸島の人道税が廃止されたことで、休館温存政策は終わった。ただし、有力士族への勤録は1909年まで続いている。ありがとうございます。